はい、 J チャンネル J です。今回はね、もう超初心者の方のための、弾き方の解説ということでね、初心者の方が初めて覚える一番簡単なクリスマスソングということでね、タイトルでやってみたいと思います。清子この世ということ、この弾き方のね解説をしてみたいと思います。今回はもう超初心者向けです。ギターを持って初めてできるの曲をやってみたいと思います。でまずはですね、左手のコードの覚えるところからやって、そして右手、そして弾き語りをねコードに合わせてね弾くという感じの流れでやってみたいと思います。よろしいでしょうかね。ギターを持って一緒にやってみてもらいたいと思いますが、まずコードですね。コードは C ですね。 C を押さえてもらって、 C を弾いて5弦から弾きます。こういう音だったら OK です。違う音だったらチューニングが狂ってますので、チューニングを直してください。 C ですね。 C、 そして G7 ですね。 G7 は6弦から弾きます。 C と G7 が出てきまして、あとは F が出てくるんですけど、 F の省略コードという感じで、これを4弦から弾きます。こういう感じか、これがどうしてもできなかったら C メジャー7で今回は代用します。4弦から弾きますね。4弦から弾きます。こんな感じ。はい、次は A マイナーですね。 A マイナーは5弦から弾きます。6弦はミュートですね。こういう感じです。そして F シャープマイナー7フラット5が出ますけど、これは A マイナーに A マイナー6弦をミュートするとこをこれを押さえて弾くんですね。ちょっと難しかったら A マイナーで乗り切ってもかなって結構です。このベース音だけ出す。難しかったら A マイナーのままで、このままで弾いても結構です。出てくるコードはだいたいこんな感じですね。今回本当超初心者向けなので、難しいコードは入れないようにしてやってみたいと思います。じゃあ次は右手ですね。右手、左手はとりあえず C を押さえておいてください。そして今回は3拍子なんですけど、まあ3拍子と言うと難しくなるので3回弾いてください。まず1回2回3回、 C で1回2回3回、 C の時はだいたい5弦ぐらいから、1、2、3、左手をミュートしていれば上から全部弾いてもいいです。この音が出なければ、こんな感じですね。全部弾いても結構です。ちょっとこの音入りますけど、これで結構です。そして今度はアクセントというので、1、2、3の時に1にアクセント弾きます。1、2、3、 C のまま1、2、3、 右手はそんなに全部弾かなくてもいいです。最初の始めだけずらーっと弾いた後、タン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 、やってみてください。練習してますね。はい、こんな感じで右手が終わりました。そしたらあとは一緒にね弾き語りをするということなんですが、歌詞とコードが出ますので、一緒に弾いてみたいと思いますが、清子この夜ですね。清子この夜、こんな感じです。この曲はね、女性キーで清子なんで、ちょっと今回は低いバージョンであります。清子いいでしょうか。いきますよ。清し、もう一回この夜、だから清しのとこで1タン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 、ここ2回弾きます。1、2、3、1、2、3で、この夜この夜、そしてコードチェンジをして G7 から星は、これも2回ですね。光、ここまで来ました。できそうでしょうかね。もう一回ちょっといきますよ。清子この夜、星は光、これでいきます。で次はスークイノミコアのとこですね。マブネの中にというとこは F なんですけど、制覇ができる人は制覇ですね。で難しい人は省略コードか、次のコードが C なので F メジャー7でも OK です。6弦ミュートして、大体こう
4弦から F メジャー7にして C に変わるときにこの中指と薬指だけ移動すればいいので非常にこう簡単なんでね、とりあえずは F メジャー7で代用の押しするということですね。できるんだったらこの省略コードの F がいいんですけど、できない場合は F メジャー7で代用すると、この C グリの C です。これでやっておいて、できるようになったら制覇でもいいし省略コードでもいいと思いますので、とりあえずできない人は F メジャー7でやればね、正確ではないんですけど代用コードでできないこともないので F メジャー7でもおかしくないと思います。これでやってみてください。最後は一番難しいところですね。眠りたも A マイナー、これは難しかったら A マイナーでいいですね。そしてし最後も流して結構です。こんな感じでやればできると思うんですよ。これを、1番2番3番これでやっておけばいいのでできると思いますので、ぜひねこれでやってみてください。これならできそうな感じがしませんかね。イントロですね。してんたんたんたん C が流して結構、C の2回目は弾かなくてタンタンで流して、君よしこの世星は光る救いの舞子は夢の中、最後はシャラーとかをつけましょう。タン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 、これであと2番、2番は同じです。これでできそうな気がするんですけど、いかがでしょうかね。あとは歌詞が変わるだけで、最後はタン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 、これ繰り返して C1G0、 最後はタララララーンと、これならできそうですけど、いかがでしょうかね。こんな感じでやってみたらいかがでしょうかね。はい、それではイントロからねやってみたいと思います。それでコードが出ますので一緒に見てください。 C からね、 1,2,3 1,2,3 いきますね。
はい、こんな感じでどうでしょうか、できそうでしょうか。ちょっと早かったかな、もうちょっと遅くしてもいいと思いますけど、あんまり遅すぎると難しいのでこのテンポでやってみましたけどね。よかったらまたあの動画を見ながらね繰り返してやって、あと説明欄の方にもね歌詞とコードを載せておきますので、よかったらねチャレンジしてぜひ1曲マスターしてもらったらと思います。超初心者用にしましたので、ちょっとこうさっぴいてるところもありますけどね、 F メジャー7なんかは F で、ね、この省略コードでもいいし、抑えられる方はもうね制覇でやっても結構です、自由にアレンジして結構ですので、ぜひね一曲チャレンジをして完走してレパートリーに入れてもらえればと思います。はい、この動画が良かったなと思ったらですね、チャンネル登録してまたいいねとかねして、また、ぜひねまた見ていただければと思います。はい、 J チャンネルでした。ではまた。